回はスカイリムにマリオのモッドを入れたものをやっていく。へえ、なんか面白そうですね。ま、どんな感じなのかも分かってないんだけどね。いいんですか、そんな適当で。なんとかなる。あ、そうですか。壁に振り向けって書いてますね。どうやらここから操作ができるようになるみたいだね。っていうか、お姉様ごつくないですか。マリオモッドの他にも色々入れてるからね。まあ今回の動画は基本私が無双すると思っていてくれ。そんなのつまんないですよ。まあまあ見ておけって。前に見覚えのある土管がありますね。それじゃあ早速中に入っていくか。レッツゴー。今度は聞き覚えのある音楽が。一体この先にはどんな世界が広がっているのか。どうなんでしょうかね。これは、マリオだね。マリオですね。よく見るブロックもありますよ。これ一度はやってみたかったんだ。どうやらこの世界ではジャンプしても何も出てこないみたいですね。その代わりに調べると中にあるものが取れるみたいだね。今はキノコと花が入ってましたね。あ、クリボーがいる。って何笑顔でいきなり切りつけてるんですか。だってこいつ敵だよ。そりゃ倒すでしょ。あ、クリボーが。さてさて中身は。ち、何も持ってねえしててやがる。クリボーひどい言われようですね。ちゃんとコイン取っても音が鳴るんですね。結構クオリティが高いモッドだね。そしてクリボー貴様は必須し。お姉様はクリボーに親でも殺されたんですか。この世界ではクリボーを見たら殺せと習っただろ。サイコパスなんですか。きれいよ。少なくともフランよりはきれいよ。何回言いましたか。ほらほらそういう。次は。ない。はい、すいませんでした。お姉様どうやらこの中に入れるみたいですよ。あ、ほんとだ、それじゃあ中に入ってみるか。これはおなじみの地下ですかね。多分ね。コインがいっぱいありますね。敵もいるね。っていうかなんだよこの黒い星みたいなやつは。しかもあのクリボー火を放ってきやがったぞ。どうやらクリボーが強化されてるみたいですね。ちょっとそんな話聞いてないよ。知りませんよそんなこと。っていうか今回はお姉様の無双会だったんじゃないんですか。あ、もう切れたわ。もういいわ。顔真っ赤じゃないですか、やだ。あのキノコと星は許さん。ラウンド2開始ですね。っていうかお姉様どうやってこいつらに勝つんですか。言っただろ、今回は私がこの世界を蹂躙する動画だって。何やったんですかお姉様。私以外の時を極限まで遅くした。これで何人たりとも私に触れることすらできない。邪魔あれやがれ。最低ですねお姉様。フラン、勝てばいいんだよ勝てば。そうですか。残りはあのクリボーのみ。どうやら魔法の効果も切れるみたいですよ。ふふふ、貴様一体だけなら時など止めなくても余裕だわ。オラ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 。これですね。いい一撃が入りましたね。おまけにこれもあげるよ。オーバーキルですよ。何したいぎりしてるんですか。いや、もしかしたら起き上がるかもと思って。体力なくなってるんですから起き上がりませんよ。しかしさっきからコインが至るとこに落ちてるんだけど、これ一体何に使うの。そんなのフラン知りませんよ。ま、とりあえず拾っておいて損はなさそうだし拾っておくか。っていうかお姉様このモッドは何をすればクリアなんですか。さあ、クッパを倒したらじゃない。なんでそんな適当なんですか。だってなんかモッドの紹介ページにクッパの画像あったし。ま、クッパにたどり着くのにどれくらい時間がかかるのかわかんないけどね。めちゃくちゃ時間かかったらどうするんですか。そもそもこれ続けるかどうかわかんないからな。もしかしたらこの一パートだけで終わるかもしれないし。あ、そうなんですか。とりあえずあの見えてる宝箱を拾いに行こう。一体中には何が入ってるんでしょうかね。コインが100枚入ってたね。マリオの世界ならコイン100枚は残機が1つ増えますよね。この世界ではどうやら関係ないみたいだね。とりあえず亀がいるからこいつを狩ろうか。お姉様のこの子ですよ。いいやつ様は亀だ。討伐完了しましたね。行き先がわかったな。どこかで鍵を見つけないといけないみたいですね。じゃあまずは鍵を探そうね。これは、マリオ特有のジャンプアクションですね。こんなの楽勝でクリアしてやるよ。この私の華麗なジャンプさばきとくと見ておくんだな。軽快にジャンプしていってますね。こんな風に足場が小さくなっていても余裕よ。いい感じですねお姉様。右の方に行こうか。ジャンプ。ってあれ、あれれれ。これは失敗してますね。あ、やばい。次をくじきましたー。調子に乗るからですよ。このレミリア2度も同じ失敗はしない。今回はすんなりいってますね。さっき1回ミスったのは演出さ。へえ、そうなんですか。なんだフランスの目は信じてないな。全然信じてますよ。くっそ腹立つ。まあまあたどり着いたんですからいいじゃないですか。おっと、その前に宝箱があるね。さっきの中身はコインでしたね。今回もコインだったね。もしかしたらこの世界の宝箱にはコインしか入っていないのかもしれない。その可能性ありますね。随分高いところに転送されたな。どうやら奥に奥に続いているみたいですね。それじゃあどんどんこの土管を辿っていこうね。ここまで来て落ちないでくださいよ。さすがにここで落ちるなんてミスしないって。しかし一体どこに繋がってるんでしょうね。きっと何かいいアイテムがあるに違いないよ。なんか塔みたいなところに着きましたね。なんかあっちにハテナブロックがあるな。いいアイテム入ってるかもしれないし、取りに行こうか。気をつけてくださいお姉様。無事到着。さてさて気になる中身は。なんかものすごく毒々しいキノコが入ってますね。効果見るとドーピングのようなキノコだね。っていうかここまで来てこれで終わり、もしかして。さすがにそれはないんじゃないですか。まだ続いてるみたいですし。あ、ほんとだ。っていうかあそこの高いところに見えてるのって鍵じゃね。あ、ほんとだ鍵っぽいですね。早速拾っちゃおうね。多分この鍵がさっきのところの鍵でしょうね。これで先に進めるというわけか。それじゃあ早速この鍵を使いに行きましょうか。そうだね。よしっと、ここで鍵を使うと。中に入れましたね。また聞き覚えのある音楽が聞こえてるね。どうやら一本道みたいですね。コインがあるから一応取っておこうね。
こっちのコインもゲット。それじゃあ先に進みましょうか。まさかのまた一本道。一体どこに繋がってるんでしょうかね。悪い予感しかしないね。この奥に何かがいる気がする。ボス戦かもしれませんね。ま、どんな奴が来ようが私が絶対勝つけどな。おい、なんかいるぞ。クリボーの王様っぽいですね。さっき私が散々殺したから復讐に来たんだな。だがクリボーの王ごときが私に勝てると思うなよ。結構硬いですけど大丈夫ですか。ち、周りの雑魚が鬱陶しいな。まずは周りのクリボーを排除してから王を倒すか。その王様はなんか召喚してますけどね。あの野郎また雑魚を増やしやがったな。しかも普通のクリボーじゃなくて氷を使ってくるタイプみたいですね。うざい奴を呼びやがったな。まずは一番奥の氷のやつから倒した方がいいか。そうですね、つららに刺さると動きが鈍くなるみたいですし。そうと決まればさっさとしね。あ、やばいこいつちょっと硬いわ。予定変更やっぱり違うやつから倒す。っていうか随分つらら刺さってますね。ブス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 。あ、フランみたい。殺すぞてめえ。チージュ、冗談ですよ。冗談ですか。まあそれならいいんですけどね。まあ、次行ったらぶっ殺すけど。っていうかお姉様ずっとこの魔法使っておけばいいじゃないですか。って思うでしょ。この魔法なんでかわかんないんだけど、何回も連発して使ってると永久的に時間が止まる時があるんだよね。つまりずっと止まったままの状態ってことですか。そういうこと。だから何回も使えないんだよね。だが、てめえはこの勢いのまま殺してやる。オラ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 。これだけ切りつけても死なないなんて。だが残念だったな、これで終わりだ。死ね。これで召喚者が死んだので氷のやつも消滅しましたね。最後はお前だ。かっこよく決まっているはずがブロックが邪魔で見えない。死ねブロック。私の超絶かっこいいシーンがみんなに見せれなかったじゃないか。あ、そんなにかっこよくなかったと思うんで大丈夫ですよ。畜生。あとはこいつから鍵を奪ってと。ここから脱出するだけですね。どうやらこの土管から脱出できそうだからな。それじゃあゴー。なんかステージをクリアしたみたいな音楽ですね。じゃあまだこの先にステージが続いていくってこと。まあ多分。まあいいや、とりあえず続ける活